ヤガミハヤテゲームマスターへの道。ヤガミンのゲームマスターへの道とは、ヤガミンのゲームマスターへの道はゲームマスターと名乗るにはまだ早いと感じたヤガミンことヤガミハヤテがまだ見ぬゲームのエンディングを100個集めるまで終われないゲーム修行の道である。この企画は次のステップに進展するためには100種類のゲームのエンディングを視聴者に届けなければならないチャレンジ企画である。挑戦タイトル35本目、マリオカートアドバンス、メーカー任天堂、発売日2001年7月21日、ハードゲームボーイアドバンス。携帯ゲーム機初のマリオカートであり、シリーズとしては3本目、いわば過去の流れで言えばスーファミ、任天堂64と続いて3作目となる。なんとゲームボーイアドバンスの通信ケーブルが本数分あればゲームは1本でも遊べるという仕様。子供たちにとっても当時もとても助かるソフトであった。用意されたカップは5種類、しかしながら条件を満たすと、今回はあえてカップの合計数は述べないが、全てのカップにてゴールドトロフィーを獲得してエンディングを迎えることを目的としている。マリオカートとしては3作目。さあ、というわけでございまして、マリオカートアドバンスでございます。あの、本当はね、あの、念のため言っとくと、ゲームボーイ版のドンキーコングやろうと思ってたんですけど、プレイしてたら録画大事故で失敗してたので、マリオカートアドバンスに変えました。気分がないだからです。というわけでございまして、150cc の4つの、待って、そうね、マリオとかにしとこうかな。4つのコースをクリアしてスペシャルカップをクリアするっていうのが今回の目標となっております。というわけでね、ゲームボーイアドバンスでマリオカートができたんだから驚きですよね。本当にね、すごいと思う。あの、操作感はスーファミに近いですね。あ、ロケットダッシュ失敗してますね。まあ、なのでここのこのターボとか こういう感じも基本的には一緒で、やべやべべ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 、よし、いいじゃないの、そんな可愛い声で言ったから許されるとかないからな、お前。とりあえずよいしょ。もうこれ、しかもね、あの、確か当時あれじゃなかったっけな、通信ケーブルさえあれば遊べたんじゃなかったっけな、友達とマルチプレイで。あの、コースは4コースぐらいしかなかったけど、あの、 DS はね、またね、変わったんだけどね、兵法とか使えてみたいな。ただね、あの、結構うちの知り合い周りはみんな持ってましたね、マリオカートアドバンスは。で、大好評で2も出てるんですよね、確かね。あぶね。さあ、というわけで、で、ゲームボーイアドバンスってことでね、別にそんなに、なんて言うんです、画面もちっちゃいしさ、その中で短時間のレースだからさ、要は携帯ゲーム機で遊べるチューニングなわけじゃん。油断したら殺されるよね。だって ABLR しかないゲーム機でやってんだから。さあ、というわけで2レース目は平方ビーチ。ゲームボーアドバンスってすげえなーと思った、この時。ここら辺、そう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 、覚えておりました、スタートダッシュのタイミング。いやいやいや、あのね、結構ね、あれなの、ドンキーコングね、ワールド6ぐらいまで頑張ったのにね、ごっそりね、あの、画面の更新がされてなくて、ずっと同じ画面の中、俺一人でなんか喋りながらゲームやってる状態になっちゃってて、これは終わったなっつって。じゃあちょっと気持ちよく、あ、やべえ、気持ちよく遊べるゲームに切り替えようってことで、あの、マリオカートアドバンスをね、選んだという背景がございます。とりあえずディフェンス系アイテムが欲しいね。よし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 、とりあえずディフェンス系アイテムがあればまだまだなんとかなるわけですよ。で、ここら辺で撃っといて、そう、キノコとかはね、取れたら使いたいけど、でもちょっとある程度ね、余裕作っとかないと怖いからね。まあまあ、今めちゃくちゃダントツで1位なんで、あの、普通に走れたら問題ないんでしょうけど。いや、今回のゲームはあれか、ずいぶん余裕しゃくしゃく傾向、のゲームになるかな。オッケー。で、全体的にはね、あの、1分ぐらいで終わるのがいいっすよね。どうしてもね、スーファミの時ってね、あの、5周だったじゃないですか。で、5周ってね、ちょっと長い感じもあるからね。さあ、というわけでございまして、キノコカップ3つ目はリバーサイドパークでございます。ちなみにね、
い、ヤガミンのおまけ話で言うと、基本的にマリオカートは大なり小なりは遊んでるかなっていう感じですね。なのでスイッチのさ、マリオカート8デラックスのあのリメイクのステージについては基本的にリアクションができるぐらいっていう感じです。でツアーもやってるので、あのツアーのコース含めてっていう感じですね。よいしょ。いやでね、明らかに個人的な意見だけどね、スーファミ版より操作性いいのよ。そう、スーファミ版よりもね操作性も良くて遊びやすいんだよね、アドバンスって。マジなんか、なんでゲームボーイアドバンスでこんなにできるんだろうって昔思ったもん、賞味。さてさて、よいしょ。ちゃんとね、あのミニターボの後のドリフトもあったりするし、何、マリオカートらしさみたいなお作法は一通り守ってんだよね、ちゃんとね。よいしょ。さて、あぶね、飛び出しすぎちゃったな。ほい、これキノコカップ余裕だな。ね、マリオカートのレースゲームにはとことん泣かされるか全く泣かされないかの2択になってるね。いい、よいしょ。オッケー。さあ、というわけでございまして、3コース目も1位、正直4コース目ダラダラ走っても1位の可能性がかなり高いですね。オッケー。だってね、27ポイントでしょ。で最後はどこ、あークッパキャッスル1かね。あの意外とあれだよね、背景も凝ってていい感じだよね。はい、さあさあさあ、でよいしょ。あ、やっべやっべ、ちょっと待って待って、ドッスン、おお、ドッスンに引っかかりまくりスティ、ちょっと待ってよ。できればまずここで、マジですか、神は言っている、1位を取れと。バスバラバッバッバ、とりあえずドンキーはね、ドンキーだけは弱い。あー、コインがない、コインがない。え、雷、トゲゾも飛んでたな。マリオカートらしい風景が飛び交ってるな。さーて、行けるところで出してってって行きたいけど、あー、アイテムの邪魔しよって、ちょっと待ってよ。あ、待って待って待って、赤コーラ邪魔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 、お早めに打ってよ。さあ、ここで2位は取れる。全くと言っていいほどキノコの性能を活かせず、がっかりですね。まあ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 、30点で1位なんでいいですけど。イエーイ、遠くからは雑なドットにしか見えねえな、マリオ。なんか振動のせいもあってね。でーんね、ここの表現自体はね、あのスーファミのやつ踏襲してるけど、ちょっとリッチにも見えるよね。さあ、というわけでランク A、 あ、ランクとかあったっけ。でレース結果をセーブしてます。はい、さあ、でするとあー、そんな感じでランク出るのか。まああんまり気にしないでいこう。マリオサーキット、え、めちゃくちゃヘアピンじゃね。あー、あれあれか、枠外のショートカットか。はい、やべ、よし。いや、正直スタートダッシュ完全にできるんだったらクッパかドンキー選んどけよって話なんだよな、真面目な話で。よし、おー、いいよ。でとりあえずまとって、後ろからスタートとしてんな。あそこのショートカットコースは入るメリット、横にそれてまで入るかって言われるとめちゃくちゃむずいな。ていうか俺アドバンスうまくね。あー、そこキノコ使ってショートカットしなさいって感じか。ちょっと2回目右入ってみるか。なのでここら辺で、うわ、全部大失敗、これはひどい。さてさて、よいしょ。いや、これでさ4人対戦できてどこでも遊べるってさ、
当時の俺らとしても強いことこの上ないよね。ありがたかったもん。ゲームボーイアドバンス SP 出た時もうなんか勝ったなって思ったもんね、正直ね。さあフラワーカップテレサレイク、テレサがろうそく持ってる、かわいい。なんかショートカットありそうだな。はい、でまず飛んで飛んで、やっべ、あぶね。さてまあまあまあバナナ、あばらばばらばらばらばば、やばいなやばいなやばいな、よろしく。待って待って、ショートカット、おー怖っ、めっちゃ減速しながら行ったわ。おー、ここあんまりなんかコースに取り留めねえな。ちょっとここむ、スピード足んなかった、マジか。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、緑コーラ邪魔だな。よいしょ、いやそれ何も考えずに行くと右曲がっちまうよ、スターの音じゃねえよ。よいしょ、んでそこで赤コーラ、じゃあ一回仕掛けとこうか。ルイージの音したべ、着実に踏んでないとスピード足らないのな。オッケーオッケー、あぶね、おお、ちょっと体動くな。うい、さあでもう一丁、うい、でさらに拾っちゃってるもんだからさ、うい、うい、ゴール。一瞬焦ったなこのコース、難易度高くないと思っちゃった。まあまあいいでしょう。とりあえずね、あの2コース3コースで1位取っとけばって感じなので、ね、チーズランドでございますね。さてね、ネズミがドットで描かれてるな。はい、よいしょ、でね、このね、赤いやつに見えるのコインですからね。おっと危ね、でそこで一回入って、あーっとやべ、うわ全部当たんねえのかい、多分俺の、おーっと、あー今のあれ固めた時にブレーキをしたら減速、音符マーク出てスピンしないんだよね。まあでもでも5位ぐらいだったらそうなのよ、スターとかワンチャン出ちゃうからいい感じに。4位でも出るよ、赤コーラ3連入る、どうも、あ待って、あー間に合わねえ、いや殴り合いがひどい、池2位に向かって、え2位と1位遠くない、おーしよしよしよし、そこでスター、もう一回詰めるチャンスを与えてくれる、いいですね、よいしょ、さあ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 、よいしょ、ね最後にトゲゾをパクって終わりましたけどね、全体的にマリオカートっぽい展開だったんじゃないでしょうかね、随分とマリオカートっぽいレース展開で進行したんじゃないかと思いますね。さあというわけでクッパキャッスルにフラワーカップル100、フラワーカップ 150cc 最終レースですね。おいよ、はい、あーマジか、よいしょ、ちゃんとコインは取っとかないとまずいからな。でさっきはドッスンが良くなかっただけであって、ドッスンにさえ気をつけていれば、おい、え、嘘、今なんで当たんねえの、今のなんで、今のルイージに当たんなかったの、よいしょ、トゲ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 ちゃん、パラ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 、まあ、とりあえずね、ドンキーだけはやる。さあというわけで2位の状態の2周目、うわーっと待ってよ、2位赤コーラ
さあ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 、着実にルイージをやってくれると助かるんだけど。おっと、さあ3位で引くアイテムボックス、赤コーラ、クッパの迎撃にしか使えない。あばら、まさかの2回目。おっと、ここで出るは凍結。バーッとブレーキが間に合って音符マーク。さあ随分とルイージが先頭直切ってますよ。さあここで引くはスター。しかしこの形コースの、あらっと、このコースの形状だとあまりスターで前にできらない。ここで引くはスター。さあ2回目のスター落ちないように。さあ3回目のスター、ルイージにさせない。まあ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 、1位なんでいいんですけどね、1位なんでいいんですけどね。いやむずいな。さあというわけでございまして、これ自体はね、さっきも見たので飛ばしちゃって、次のコース選択に参りましょう。ランク C、 ランク C、 ちょっとへこむな。さあというわけで次はサンダーカップでございますね。いやサンダーカップ 150cc ルイージサーキット、工場なのかな、ルイージ工場持ってんの。はい、もしかしてちょっと滑りやすいな、これもしかして。ちょっとそれも意識しとかないと。ナチュラルに抜かれてんもんね今。よし、いや邪魔なとこにおんな。ちょっとコインは意識するか。マジかマジか、スターいいな後ろに。でえい、キノコか。まあこういうところは使い勝手がいいよね。まあドンキートータルのスピードで勝てねえからな。で、あ、とりあえず防御3連なのいいね。あ、やばい、危ねえ。あの水たまり乗るだけで回転すんのかよ。ちょっと待ってよ。さあ赤コーラか、じゃあ撃つわ。んでよいしょ、キノコは構えるだけ。んで、はい、んで緑コーラもそのままかな。待って待って待って、で1回ブレーキ踏んで軽めにクイック効かせつつ、取れるところ取ってって、おらい、いや難易度上がってきたな。さて、あースカイガーデンかね。スカイガーデンもね、随分とリメイクされてるステージですからね。ほい、やべ、ちょっと気合い入れすぎだ。まあでもね、リメイクされてるっつってもね、今のシステムに合わせたリメイクになってるから、ちょっと見るかけもないステージもあったりするんですけどね。あの特にね、あのクラフトで空中飛べるようになったので、今のマリオは。やべ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 、なんでアクセルボタン離してんで、よいしょ、あぶねー。あれだね、あんまりコインが言うほど拾えない。赤コーラはありがたいよ。それキノコあったらショートカットでしょ多分。でまあ構えといて、んでよいしょ、はい、んで、で完全にゼロ距離でぶっ放したけどね。さあ3周目、オッケー、防御、ガードのアイテムはある。んでここのヘアピンがあって、あ待って、緑コーラ消えたってことは知らない間になんかガードしたな。で、あー通れない、わーそこも通れない。よいしょ、まあいいでしょう、まあいいでしょう。2レース目もなんとか1位と。さあプクプクアイランド3レース目ですな。
飛んだりしてる。オッケー。さあできれば最初のそういうねコインの稼ぎどころは取って、コインがない時にたまに地獄見ちゃってるからコインはキープしときたいな。オッケー。でおい、あカニ、あぶねえ。あれこれあれ、ヨシアイランドのアホードリーかわいい。おお、橋の上めっちゃ揺れるじゃん。三半規管弱い人酔うで。あれで、まあ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 、コインの心配はもうねえだろ。ういで、もらえるものはもらっとこうぜ。オッケー。ほんとここ見づら。うい、オッケー。これは何事もない。とっても、あやべマジか。はいね、あのそのドンキーコングを弾くためだけに まるで落ちたかのような、あやばい、待って待って展開だったな。んでこれそのままガーッといって、カニさんに気をつけつつ、あ待って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 、危ねえ。あー後ろいないか。よしで、このままゴール。オッケー。ちょっとヒヤッとしたね。ちょっとヒヤッとした。さあサンダーカップラストサンセット荒野パート2個ぐらいで終わっちゃうのかな、マリオカート。ほい、おお、でけえなコーナーが一個一個。おーっと、そう物自体はいいけど、あ待って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 、どうにもならん。でおー、どうなってるの、どうなってるの、あどうなってるのって、もう今若い子伝わんないの、引くわ。さてでなんとか2周目、ちょっと待ってよ。で、はい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 、あ、あえて水沼行かねえな。で、あーさっきジャンプ、やべ、ジャンプ台と複合したから変に飛んだのか。おお、何当てられた今。まあ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 、とりあえずコインは多めに取っときたいよ。うわースピードに追いついてない。なんならバナナ1本、あ1位だ、それ1位だ、それバナナ1本だ。さあというわけで耐久にもつながるラスト、あやべ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 。さてさてほい、でそこは踏んどく、サボテンには引っかからない。すり抜けやがったよこの隙間。シャク。さあでこれ、あぶね、ちょっと今ガガガガガって人になった。うわコイン取れてねし、えい、初のやっとあれか、全部1位取れましたね。ランクなんぼなんでしょう。さてお、星が出たよ、星が出た。なるほど、星っていうのもあるのか。まあまあ関係ないんだったら別にいいけどね。で最後スターカップ標準の最後だね。順調すぎる進行、このままではパート2本ぐらいで動画が終わってしまうが、果たして次回に続く。当時アドバンスって私持ってなくてすげえ憧れてたなーっていう思い出話、次回に続きます。